かのしせよ赤のしぶしぶし TV はいということでございますけども、うん、今回なんとラーメンチライヤさんということでですね、チライヤさん高崎線を使って熊谷方面まで行っております。おいこちらですね、籠原駅ね、あ歩いて25分ということで終点でよく見るよく見るやつ、はい、実際に今回はですねこの25分を歩いておりまして、なるほど、ね、このような風景が広がっていい土地だな、僕こういう土地大好き、うん、訪問日がですね、そうなんですよ、なるほど、いい肉、いい肉の日に行っているわけなんですね、うん、というわけでね、あるものを目当てにこの地雷屋さんに、うん、参上をつかまつっております、まあ、肉でしょうね肉かな、まあまあまあ、肉でしょうかね、食券、まあ、どういうわけで食券なんですけど、うん、ちょっと変わってまして、うん、入店した際にですね、うん、こんな感じのこう自分の好きなものを札でこう選んで、でそれを着席した時に、うん、渡してお会計、うん、同時にコールもこう言うという、うん、そういうシステムになっている、まあもう初めて出会うシステムかな、これはセルフ食券、セルフ食券です、で麺はねオーションか卵麺を選ぶ、うん、それから味はですね基本は醤油で、うん、変えたいときは塩味噌辛味噌、まああと混ぜそばなんかもありますんで選んでください、うん、というわけで何を選んだんでしょうか、こちらですね、異常角煮ラーメンということでね、まあ、異常だね、異常というまさに異常なんですけども、もうなんかもう瓦のね一部がこうズドンと、俺らちょっとカブトガニに、あ、なるほど、そっちもいいですね、なるほどなるほど、野菜や油なんかはですねこの角煮の下に一応入っているということで、お布団じゃん確かにふさっとかぶさっておりますけども、いただきます。まずはこの異常角煮、どう食べたらいいのか、いやそうだ、ね、もう笑っちゃってますけども、レンゲでなんとかね挟んで食べようとしてますけどちょっと食えなかったんで、うん、左手箸も出動させてですね、なるほどね、二刀流でこうかぶりつくこれおもろ見てると左手箸出てくるのテレビチャンピオン以来ですいやいや、やったけど重いからね、支えながら食べるんで、ただね味甘くて優しいタレがこう全体に染み込んでいてね、見かけ倒しじゃないよという確認なんですね、すごいね、もうこれ脂身部分に特にタレが染み込んでましてね、非常にジューシーで美味しい、さらにインパクトということで、もう赤身の部分ギュチギュチにもう圧縮されちゃって、もう MP ファイルなんじゃないかぐらいのは、いや音楽じゃないですよ、ね、音楽ファイルではないですか、なるほど、MP4 でしょ、 MP4 か、うん、動画のねサイズ、瓦の衣装もひっくり返すかのごとく、ひっくり返して下から出てきた油ですね、うん、塩蝶のように真っ白な油ですね、あ、ホルモン、ホルモンの白蝶ぐらいの真っ白油を食べて、さらに野菜ももちろん入ってるんですが、今回ですよ、うん、今回豚のこと考慮して初めての少なめコールしてるんです、まあそうだな、これはまあというのもね、通常もやしでもなんと2袋分入ってるということでね、うん、ちょっとビビっちゃって、まあそうだね、特に女性の方、うん、少なめコールした方がいいんじゃないかなということも検証できたんで、まあ、女性の方は異常コールしないでしょう、ね、あ、まず異常あんまりコールしないけども、これやばいな、これやばいですね、ずっと目いっちゃうもん、いっちゃうね、でまあスープいくんだけども、皮乳化系のやや、うん、あの泡めの上品スープには思えたんですが、うん、角煮の濃さによってね、うん、これちょっと麻痺してたんじゃないかと、そんな濃いんですね、本当はね、うん、あのスープもしっかりとしたズドンとくるスープかもしれないんですが、まあ、平均よりねかなり麺が長いということで、本来の地雷屋さんといえばね、うん、この凄まじくて硬くて太い、うん、この麺を押したいところだったんですが、うん、まあ、やっぱり角煮が ね、まあ、ね目に入っちゃってるんで、うん、ただやっぱりね食べてる僕としてはね、うん、あの角煮と同レベルぐらいの硬さありましたよ、本当にこのインパクトとして、噛み応えそう、見た目としてはねちょっとやっぱり弱くなってしまうけどもね、ハスミに負けず劣らずの片面強さでございます、なるほど、はい、そこでね、渡していきますけども、うん、まあ、マシマシに一応してるんですけども、同じように角煮、そうだな、もう見えないもんな、見えないですね、まあ、やや辛タイプで粒が割とデカめです、うんうん、あの大きさとしてはかなり上位の方かな、粒のデカさとしては、うん、うん、やっぱりね、卓上開示はね、セオリー通りばっかりはやめててはよかったよ、いやでもね、さすがのレベル5ということで、はい、
そう、同じ返しを使ってるなら角煮もやはりそれぐらい濃くなるのかなと、ね、いうことで、まあ、ちゃんとにしてはかけるんだけどもはい、あの辛味コールないんです。あの卓上でやってくださいというのが地雷屋の公式の、アナウンスでございますということでね、いや見たかったな、ちょっといや早送りでもいいからちょっと見せてよ。見たかったですか。うとこ、これですね、これなんですけども、ちょっと待って、ね、ちょっと待ってと、どうなっちゃったんだと。そうですよ、お持ち帰りシステム発動です。なんと詳細はちょっと後日ということで、あ、ちょっと後で話していきます。はい、後で話していきます。まあ、とりあえずね、豚力が200ということで、マジか、107.3 です。おめでとうございます。これ100超えあったんだ。100超えがございます、ね、知らなかったよ。いやー、すごかったですわ、本当に。俺100がマックスだと思ったから。いえ、超えていきますよ。100超えあるんだ。あるんです。あの、お持ち帰りシステムね、はい、プラス20円で、うん、一応ジップロックも用意してるんですよ、お店が。なるほど。で、好きに家で調理してくださいねということも。あ、なるほど、はい、これをあの食べられる分、まあ、カットしてですね、はいはい、ちょっと何かに使っていけたらなと思う配信もしたいと思ってますね。ああ、なるほどね。はい。てか、お持ち帰りするならさ、うん、俺少なめにする必要なくねと思ったんだけど今。うん、確かにな。通常サイズ、あ、食っときゃよかったな。まあでも食うの見たかったな。あ、その場で行ってほしかった。その場で行ってほしかった。あー、行こうと思えば全部食えたんだけど、ただお持ち帰り豚もしたいなっていうのはね。ちょっと瀬尾さん料理得意なんで。まあまあ、はい、やったらちょっとお願いします、ちょっと。はい、以上でございます。ほら、見たかったよ。ごちそうさんです。Thank you.